れだけがすごいんだっていう感情ではないですよ。ペティスにやり返したいなとは思ってますけど、もしかしたら上がってこないんじゃないかなとも思ってるんですよ。ダイキー・タナカーズ・アスリート・チャンネル。今回試合終わってみて、プラスに捉えてることっていくつかあるかなと思うんですけど、そのあたり教えてもらえますか。なんかいつでも自分は挑戦者の気持ちなんですよね。なんか自分がチャンピオン取っちゃうと、なんかなんていうんですかね、空っぽになっちゃうっていうか、はい、なんか挑戦してる方が夢も希望もみんなに与えられてるなっていう感覚がありますね。うん、そのためにアメリカ行ったんですよね。まあそうですけどね、はい。じゃあやっぱりまだまだ自分の中では達成できていないものがあって、空っぽにはしたくなくて、むしろこう追いかけていきたいっていう思いがさらに強くなった形ですか。まあそうですね、また一からしっかりと積み上げていかないとなっていう感じですね。改めこう自分のマインドの中で、マインドセットをする中で大事にしていること、いろいろ気づいたこともまた今回今みたいに這い上がっていくっていう気持ちの部分あったと思いますけど、改めてこう気づいたことってありますか。気づいたこと、やっぱりたくさんの人に支えられてるなっていう、期待もされてるなっていうのをやっぱり改めて感じますよね。なんかそれってあんまり見えるものじゃないじゃないですか。でも今最近って SNS があったりとか、今回だって親父とかそのマネージャーの方とかも、まあ、家に泊まり込みで来てくれてるとか、まあ、そういうのがあったりして、やっぱりなんていうんですかね、サポートされて自分の力だけでここまで来てるわけじゃないっていうのをやっぱり、まあ、毎回ですけど、まあ、はい、気づきますよ、ね、なんかだからなんかでかいこと言えないっていうか、まあ、それは良くないのかもしれないですけど、なんだろうな、俺だけがすごいんだっていう感情ではないですよ。こう格闘技、まあ、これから、クリスマス以降は日本でもいろんなライジンがあったりだとか、格闘技時期になりますけど、こう格闘技って一人でやるものではなく、ファミリーなんだと、チームなんだと、支えてもらってリングに上がるもんなんだっていう思いはやっぱり改めて感じましたか。そうですね、まあ個人競技って言っても、本当に周りの人ももちろん、まあボクシングとかもみんなそうだと思いますけど、やっぱり総合って本当にやることが多いんで、それだけ関わる人も多いし、まして異国の地でやるってなると、まあいろいろな、多分日本でやるよりもっと人が絡まないと、うまくいかなかったりするんで、まあ、そういうのをすごい感じましたよね。なるほど。次3月トーナメント戦バンタムで出るっていう風なニュースも流れてますけども、はい、まあ、ここからあと3ヶ月ほどですが、どういう風なこうプランを、3ヶ月のスパンは考えてますか。まあそうですね、まあ、しっかりこのなんか休めって言われた期間を休んで、で、まあ、まあ徐々に体作ったりとかして飛ばしていこうかなとは思ってますよね。何か、今回の試合を終えてみて、加えたいこととか変えてみたいことって生まれました。まあそれは毎試合いろいろ出てきますよね。だからまあそこはマイク・ブラウンとかと話し合ったりして、まあ、詰めていこうかなっていう感じですね。結構右のオーバーハンドは最近結構いい感じなんですか。オーバーハンドですか。結構振ってるシーンもあった。どこのっすか。立ち技で、立ち技で、はい、立ち技の方で、まあ相手が反応しないなと思ったので、なるほど、それを出していったっていう感じですかね。結構相手足すくわれる感じのシーンもあったじゃないですか。まあそうですね、足止めてるタイプの選手なんで、そうですね、はい、あの辺って自分の右の足の蹴りのパワーってかなり力感じたんじゃない、その辺はどうですか。パワーとかはそんなに、なんだろうな、意外とこう当たっちゃうとパーンって流れるんで、あ、はいはい、なんかそんなにこう強く当たってんなとか感じないですよね。
あ、なるほど、はい、ガンって当たってる感じじゃないんですね、実は。そうです、ガンって当たってる感じだとすると相手がブロックしてる感じじゃないと、はいはい、それはないです。あ、カットされてる感じだと。そうそうそう、なるほど。まあ、トーナメントは、トップカテゴリーのトップランクの皆さんが出てきますけれども、さらにこう激しく、まあ、ペティスも出る予定ですよね、このままいく、はいはい、どんな展開にしたいと思ってますか。まあそうですね、みんな強いんで、みんな違うスタイルで、なんていうんですかね、みんな危ないところを持ってて、うん、まあすごい自分でも楽しみだし、どうやって攻略していくかっていうの、まあもちろんそのペティスにやり返したいなとは思ってますけど、もしかしたら上がってこないんじゃないかなとも思ってるんですよ。ああ、そこにはいないかもしれないと。そうです、だからそんくらいタフなトーナメントなんで、うん、まあ、自分でもすごい楽しみだなというのを思ってますね。もう心の準備はできているという状況ですか。まあ準備できてますけど、今休めって言われてるんで、あんまり 今からその準備しちゃうと、今から走り行っちゃったりとかするんで、今はまだ休まないとなっていう。今はちょっとね、勝てないゲームやって我慢していただいて。そうそうそう。今年もうすぐあと1週間で終わりますけど、どんな1年だったなって今感じてますか。なんかあんまりそのなんていうんですかね、格闘技人生で1年1年で節目をこう感じてないんで、うん、いつでもまあなんだろう、同じ1日なんで、あんまりそういう今年どうだったとかあんまないですよね、うん、まあ強いて言えばやっぱ今年負けてるんで、まあなんだろう、悔しい年だったなっていう感じですかね、うんうん、来年は、まあ、3月やってもう少し試合の数増やしたいなって思いですか。いや多分し、トーナメントなんで多分 3,4 試合あると思うんですよね。あ、はい、自然と勝っていけば全然試合数もあるっていう感じなんで、まあ、もちろんそのつもりでやっていますね、うん、やっぱりこうやっぱり一日一日が同じように進んでいって、それは積み重なっていくということが重要ですか。まあそうですね、まあ、あとは新しいそのなんだろう発見とかももっともっと考えれば出てくると思うんで、まあ、そういうのをどんどん取り入れていこうかなと思ってますね、うん、まあ、僕が言うのも失礼な話かもしれませんけれど、まあ、負けてまた格闘技が堀口教授として好きだったんじゃないかなと思いますが、そういった一年だったんじゃないかなと思いますか。どうですか。まあそうっすね、なんかなんかこういう言い方しちゃうとあれかもしれないですけど、意外とこんなもんなんだっていう感じなんですよね、うん、だから、うん、おい、マイケンがマイクブランが来ました。あ、そうなんですか。おいおい結構泣く、結構パワーありますね、泣き声も。だってめちゃめちゃでかくなりましたもん。見ます？ねえ、いや見たいです、見たいです。 YouTube 見てても二回りぐらいでかくなってますよね。うわ、むちゃくちゃでかいじゃないですか。そうっすよ、こんなでかいんですよ。何食べさせてるんですか、京介。いやいやいや、でも身長的にはタッパ的にはちっちゃいっす。あ、そうなんすか。そうそうっす。いやでも体重でも相当重そうっすね。いやめちゃ重いっす。今61パウンドなんで30何キロっす。そんな感じですね。はい、ありがとうございます。スペシャルゲスト、まあ、最後に、今年の締めくくりとしてファンの皆さんに一言メッセージいただければなと思うんですが、お願いします。はい、期待に応えられなくて本当に申し訳なかったです。まあ、でもしっかりと来年みんなぶっ飛ばしてチャンピオンになるんで、
みんながそのなんだろうな、より楽しめる格闘技を見せるんで、まあ、応援よろしくお願いします。アスリートのために作られた減らさず控えず落とすという新発想、糖質 45% カット炊飯器ロカボ。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セロビル。